ムーサイ。おはようございます。おはようございます。いや4時3時50分起き、12時過ぎに寝て3時50分に起きるってどういうことだよって感じだよね。とりあえずまあそんな感じでね、今屋久島の朝4時半を過ぎたところで、これからうちの奥さんと縄文杉、世界遺産縄文杉の場所までトレッキングをしようかなと。初めてだし、あんま慣れてないのにガイドだし、ね、大丈夫かな。まあなんか全然行けるよみたいな感じで書いてあるところもあれば、ちょっと心配するようなネット記事もあったりとか、むずいんだよね、相談するみたいな。そう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 いうのもあるし、しかもさっきさ、デビマルちゃんとバイバイした時さ、ヤスカがさ、これが最後の両親の姿を見たサクッと帰ってくる、うん、俺らさ、世界遺産めちゃくちゃ行ってるけどね、うん、そう、俺らね、世界遺産権で持ってるからね、うん、奥さん1級持ってるからね屋久杉自然館っていうところまで車で運転して、行って、そこでそっからバスなんだね、その登山口みたいな、荒川登山口っていうところの登山口まで、とりあえず行って、そっから往復10時間のトレッキング、長いよね。そもそも山登りなんてまず全然慣れてないのに、お弁当も持ってこれから行ってまいります。屋久杉自然館から格好でランニングする、ランニング女子の格好だね。バッグは巾着袋完全にダメだ。ここ登山者の人たちがいっぱい、いや、ここにスタートのところでいる感じだけど、まあ余裕かな。ペッ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 、全部走っていこうかな。全部走ってこよ。無理。世界遺産。屋久島、屋久杉に会いに行ってくるよ。みんなここ歩いてるからここでいいのかな。すごいね、線路不思議。現在の時間は6時34分。でもさ、青空でさ晴れてよかったよね。今んとこ晴れるっていう。すごい、見てトロッコ道、電車道、すごいね、もうこの感じがすごいね。うん、すごい。まさかこんな歩き方とは思わなかった。ところを歩くんだろ。山道とかじゃないの。山道じゃないのこれって。あ、でもしかも下は釜になってる。美しい。長袖長ズボンじゃなきゃダメみたいな。大きそうで半袖だし。うん、見て、水も流れてる。すごい山、確かに流れでちょうどいい。マイナスイオンがギンギンで、ギンギンで。ギンギンだね、マイナスイオン。すごいね、なんかジブリみたい、ほんとに。全然さ、こういうマットの写真だけど、これ合ってるこれ。ね、すぐ分かれ道なんで。縄文杉はこっち、あ、めっちゃ書いたんだね。わぁ、吊り橋。すごっ。侵入禁止とかもう絶対行っちゃダメなやつだ。
かりやすい。すごい。怖い、でかすぎじゃない？怖い。撮りながら歩くん怖い、ここ。何これ。こんなでかい岩をあんま見たことなくない？岩でか。違うエリアに来たみたい。景色。そして雨天率90とか80とか言われてるのに超晴天。なんか何これ、ディズニーランドみたいな。なんか滝がやっぱ流れたような跡があるよね。相当雨降るからじゃない。水分補給をしながらね。しかし青空、本当に雨天率 80% だか 90% だか。ていうかこの格好で真夏は涼しいけど、でもちょっと動いてる分暑いかな。でもなんか下はハーパンじゃなくてよかったっていうのはちょっと感じる。枝とか当たるとなんかちょっと不快な思い。全然山道というかずっと木の上歩いてるよね。ずっと木の上歩いてるから、これ縄文杉までこれあったらマジで楽勝すぎるんだよ。うわー、この木とかもすごそうだな。これも千年とか生きてんだろうな。我々の娘ちゃんは大丈夫かな。娘ちゃんは朝4時半から保育園だから。4時半から、そうだよ、4時半から保育園ってからね、うちの子供は。こういう川が本当に多いね。でも確かにもう全然違うわ、ここからは山道が。うちの娘をこのトレッキングのために預けてきて、でそこの保育士さんが、うちの旦那が山岳ガイドをしてるからもしかしたら会うかもしれませんって言った方がこちら上田さんです。はい、上田太郎です。いやいや、それがびっくりしたのが、元プロキックボクサー牧島愛知、実方君のジムよ、あの愛知県の、バリバリ知ってるし、MA キックボクシングだし、ビッグバンにももうずっと出てもらってるし、今は K1 も出てるからね、実方康介くんが。こんな偶然あります？偶然ですね。うちの娘をね、はい、預けた、はい、いや僕も昨日聞いてびっくりしました、はい、あー、木戸来てんのかよって。木戸さんって知ってるって空見戸、空見戸だよ、空見戸ね、みんな屋久島に来た時は上田さんによろしくね。はい、連絡ください。よろしくどうぞ、空見戸さんで。これ屋久島って隆起した島って聞いたんですけど、元は、あ、もともとでも平らな島だったんですね、はいはい、海底だったんですか。じゃなくて海底近くでマグマができて、それがゆっくり冷えて固まって、この岩ができたんです。あ、その海底近くにあった岩が徐々に徐々に隆起してた。じゃあ、あのあれですか、あの貝殻がこの辺についてるとか、アンモナイトがついてるってことはないですか。ないですね。それはないんだ、はい、じゃあ元は海底ではない。うん、下からこう押し上げられたと。そうなんです、押し上げられて、その平らな層を突き破って、あのでっかい岩マジでびっくりしたんですけど。びっくりしますよ、ね、川の、はい、あれが盛り抜けるとさらにゴロゴロゴロと転がってるんですよ、でっかい岩、はい、あれ なんでなんですか。あれ要はあのサイズの岩って地球の下にゴロゴロあるところですか。そうなんですよ、屋久島の場合はそうだったんですよ。はぁ、怖っ。これはちょっと怖いね。足すくむ人もいるっしょこれ。すごい景色だな。すごい景色。見たことないね、このでかさの岩は。このでかさの岩とかまず見たことがない。
果ててるんだよね、もうこれは。でも生きてんのか。生きててないんじゃない。中入れるよ。なんかパワーを感じてた。歩いててこれはちょっとビビるな。ちょっとすいません、失礼します。すいません、すいません、失礼します。超綺麗、もうめっちゃ綺麗だ。山ガール大丈夫、安くの油で山が水を汲み上げます。へえ、すごい。夜じゃないから光ってるんだ。光ってないんだ。ゲンジボタンは一番大きいから、この大きさ多分ゲンジボタン。でもホタル怖い。全然怖くない。もう悪出しません。うん、すごいじゃん。組んでる？はやっ。600玉がはやっ。強いからね。もう臭みとか何もないわ、うん、超軟水だったね。確かにめっちゃ軟水、うん、初めて湧き水飲んだ人生で。ありがとうございます。飲みやすい、軟水が大好き。熱い、汗出てきた。うん、めっちゃ汗流れてる気がする。やばい。いっちゃんちゃってこうな、こういうこと言うて。そういうのじゃないよ。何にも流れてない。あ、そう、何にもな、あなた何も流れてない。滝汗っていうのはこういうこと。やばい、公園道みたいな感じだよ。見て、花がいっぱい落ちてるよ。すごい、めちゃめちゃウッドデッキだよ、これ。大丈夫な世界遺産。世界自然遺産地域。ここから？今まで世界遺産、自然遺産じゃねえの？世界遺産じゃねえと割れてたんだよ。こっからかい。でもほんのちょっとなんだね、じゃあ世界遺産のルートを歩くの。ね。歩きの、確かに。じゃあこれか。泊まりとかの人はこっち行くんだ。あ、そういうことか。やば。やば。日本の世界遺産25個中の22個目。あと言ってないの、熊野古道と熊野古道、小笠原諸島、奄美大島もあるから、あ、そう、21個目だ。え、だからもう20、あれだよ、増えてるよね、24。そう、25になってて、縄文遺跡群、うん、新しくなった。残り5個行ってないやつの1個制覇。制覇。あ、夫婦杉。支え合ってる。ましたよ、情報水。到着したね。うん、到着したね。全然こう山道感というか。うん、階段道だったね。階段だったよね。うん。ウッドデッキの。うん。お天気もね、晴れのまま登れてよかったね。しかもこう触れたりしないんだね。縄文杉ってまだやっぱ上の方に葉っぱはあんだね。それが順路だって。順路、世界遺産だね。超パワー。向こう側の方が綺麗に見えそうだね。人がいっぱいいる、なぜなら人がいっぱいいるから。湿ってる。わあ、芝生で、芝生に寝てるみたい。
か、うん、芝生みたい。こんなふわふわ。登りをさ、このスピードで登ってこれたかってさ、絶対登ってこれてない。このパン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 って。日野の二トン。はい。日野の二トン。はい。あ。戻ってきちゃいました。はい。よかったですか。はい、もっと触れられるのかなと思ったんですよ。めっちゃ離れてますよね。結構離れてるんですね。あ、ごめんなさい、答え言っちゃった。っ近くてもうなんかこう、はい、うーんみたいな感じでパワーもらえるみたいな感じだったら結構こう割と遠くて、あーへーっていう。あれ、縄文杉は樹齢なんですか。2170から7200年の間って言われてる。7200、はい、幅広。え、2170年から7200年の間って、はい、めっちゃ幅広。5000年ぐらいの幅広。いろんな説があるんですよ、ね、で樹齢1000年以上の木が約杉って言います。それより小さい杉を小杉って言います。1100年の木を、はい、あ、これじゃない、さっきさん、これ絶対これだ。確かに5000年くらいですよね。パワー感がすごいな。ハムラあー、甘ください。馬とかにこう抱きついてるみたい。もふもふっていうのが意外だった。なんかコケって、うん、なんかそんな、なんかもうぐじゅぐじゅしてるのかと思った。ね、ジメッとというかここがそうなのかな。本当確かに馬みたい。うん。すごいなこれ。いるんじゃん。このなんか下に川が流れてる感じは綺麗だね。すごいな、綺麗。静かしてる。いや、こうやってね、夫婦二人でこうやって来てるんだけども、俺は分かるよ、俺はアスリート、毎日8キロ走って毎日ランニングしてるから、ずっとねランニングしてるから分かるんだけど、こいつはなんでずっと俺のスピードについてこれの。いつも山、毎年山登ってる時絶対ついてくんだよ俺のスピードに。世界遺産、自然遺産を乱周で乱周できたやつ、すごくない？俺らのこの晴れ男晴れ女パワー、8割9割雨が降るって言われてるこの屋久杉トレッキング、一回も雨降らずにずっと晴れてんの。だってもう間もなく着いちゃうもんね、雨、この後雨降るかもしれないとかって言われてるけど、もう着いちゃうもんね俺らね。木戸夫婦にとってはね全然楽勝だった。まあていうか、別にそもそも登山とかそういうのが好きなわけじゃないんだよ俺らは。俺は好きなわけじゃないんだけど、世界遺産が好きだから、世界遺産のために来てみて、全然慣れてないこの山道を2人で来てみたんだけど、ねえ、世界遺産屋久島で木戸夫婦まさかのランニング。いける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 。いや、てかよくこのスピードでずっと走ってられるな、よく走ってられるわ。はい、というわけで帰ってまいりました。屋久杉自然館まで帰ってきた。いや、お疲れでした。全然行けるかなと思ったけど、帰りやっぱ疲れたね、俺も。ダッシュがやばい。いや、ダッシュじゃないわ、何人だよ。まあ屋久杉をとりあえずトレッキングしまいました。はい、まあそんな感じで、木戸夫妻の世界遺産旅行、世界遺産旅、今回は屋久杉制覇ということで、ありがとうございます。また次回もお楽しみに。